今日雨だね。もう昼ご飯食べましたか？ゆっくんはまたお昼ご飯の時間を逃して昼ご飯の時間を逃してまたあの大好きなチキンを食べるか迷ったんですよ。でもやめました。明日は公演ですね。レベルアップしてるのはまた楽しみにしててください。こんにちは。仕事中？雨最近多くない？今週雨多いのマッチってもうな身軽民やからさ、あのなるべくさ荷物を少なくしたいのよ、ゆっくん。だから怖っちゃうね。こんにちは。長くマシュマロありがとうございます。今日めっちゃ寒いし、こんにちは。ね、雨ってさ、普通にさ、まあ自然のそのいろいろ雨がなかったいろいろあるんだろうけど、ユナからしてみたら雨はやだ。けど雨がないといろいろ狂うだろうけど、こんにちは。なちこちゃんめありがとう。でも今もう春休み満喫しすぎてさ、なんかこう春休みだからこうやって昼配信とかもできてるやんか。だから必然的に寝るのも早なんねんけど、普通のさ普通の春休み終わった時になんか生活できるかなって今なんか時間が。リリーさんハートありがとうございます。
長く雨ありがとう。そうそう、もう春休みだよ、とっくに。だから早く、あまり健康体。こんにちは。カリ君、ダルマさん、ありがとうございます。こんにちは。誰かの電話の声がヤノン大好き、応援してます、ありがとう、嬉しい。女の子か男の子どっちなの？タイを迷っててまだそれが分かんないんですよ。でもどっちみち4年は頑張らなかねえな。こんにちは。寝ても明日劇場行きます。グループ席でユナのうちは持ってきます。え、ユナ推しなんですか？早くん初めて見る名前だけど嬉しい。先日の M 公演も最前列ユナが近すぎて禁止するかと思った。嬉しいな。ユナってさ、近くで見る方が可愛いってよく言われるんですけど、どうですか最前経験者さんたち。こんにちは。今からバイト頑張ってね。こんばんは、のりてつくん、ハートありがとうございます。近くても遠くてもみんなは可愛い、嬉しい。こんにちは。なんかさ、春休みだからさ、旅に行きたかったんですよ。行きたいんですよね。でもさ、なんか今まあ友達そんないないんですけど、友達とかさ、もうバイトの手とか入れてるじゃないですか。一人旅したことある方言ってますか？こんにちは。いっぱい近くで見ると感動するのある？一人行く楽しい？こんにちは。いや、わかる。いうのも結構さ、一人好きなんよな。こんにちは。男の子、よろしくね。こんにちは、めっちゃ可愛いな、ありがとうございます。めでつくん、可愛い、ありがとう。いやけど NNB になってから旅行は、あっ、あっこは行ったわ。寒いと。こんにちは。
けんさ、一人旅やったらさ、写真撮ってもらえへんのが辛いよな。知らん人にさ、頼まなあかんよ。そうやそうやそうや、夢の国は行ったわ。かわいい、ありがとうございます。よく覚えてるね。よくのが覚えてないよ。いや、行ったわ、夢の国。時代はね、お仕事でも何度か行かせていただいてるので。こんにちは。いやのレッスンガチで、嬉しい、ありがとう。こんにちは。インスタフォローしました。ありがとう。ツイッターもよろしくね。こんにちは。最近はなんか新しくユナのファンになってくださった方も多くて嬉しいです。やっぱりなんかチームが変わるだけであれなんかな、新しくユナを見つけてくださる方が多いのかな。目と口で可愛い。本当？鼻は？眉毛は？顔は？ そうなんですよ。ビルサイキューありがとうございます。こんにちは。何の話してんのやろ。 こんにちは。可愛いですね、ありがとうございます。じゃあ、あんまりでっかい声でさ、変なこと喋らんといてほしいんですけど。なんかやばくない？ 早くどっか行ってほしいんですけど。授業じゃない。なんか スタッフさんの話。 怖いんですけど。こんにちは。知らない人だけど。引いたらマシュマロありがとうございます。こんにちは。いや、どう見てもさ、ユナ配信してるよね。怖いんですけど。なんか立ち話でこう通り張った感じ。去りました。こんにちは。変なワード出てたよ。 変なワード出てたよ。しっかり聞こえてよね、みんな。こんにちは。あーちゃんだ。ゆっちのおばあちゃん。ランキング見ます。13位のんべえさん、12位てつさん、11位かれんちゃん、10位りりんくん、9位ももかんさん、8位パイセンくん、7位 YK さん、6位のりてつくん、5位ひーたろう、4位よっちゃみさん、
さいなつこさん、に、りんたろうくん、そしてはやちや、ドゥーと江戸川くんでした。ありがとうございました。では江戸川くんの前ゼリフもね、3、2、1、江戸川コナンくん、最近公園で会えないと思ってたらこの間会えてすっごい嬉しかったよ。大好き、ちょ、ありがとうございました。めちゃくちゃ可愛いです。ありがとうございます。よかったらツイッターとインスタやってるのでそちらもフォローしてくださって嬉しいです。よろしくお願いします。今運動後なのでちょっと汗でびしょびしょですが、あのツイッターとかインスタの写真は可愛いのでぜひ楽しみにしててください。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。